長岡空襲により、焦土となった長岡市中心部。長岡市との町から、長岡市表町を望む。長岡空襲は、第二次世界大戦末期の1945年8月1日の、日本時間午後10時30分から翌8月2日の未明午前0時10分の間に、アメリカ軍により行われた空襲。新潟県長岡市の中心部市街地を標的に、 焼夷弾が大量に投下された。これにより中心部市街地の約8割が消失し、長岡市長だった鶴田義高を含む1480人余りの市民が死亡した。リサイコ数は11986個にも及ぶ、平方公園の長岡市戦災殉難者慰霊塔。これを慰霊して、平方公園には長岡市戦災殉難者慰霊塔が、 正福寺には、戦災巡覧者の墓が混流された。また、長岡駅の駅前には、長岡戦災資料館が開館している。潜在外教図長岡1945年12月、第一福音章史上化作成長岡空襲で、焼け野原となった長岡市の中心部。後ろに見える建物は、当時の長岡郵便局。長岡空襲直後の柿川。 長岡空襲で焼け野原となった長岡市の中心部。大手通りから見た長岡市公会堂と安坂江館。長岡空襲で焼け野原となった長岡市の中心部。表町通りから69銀行を望む。日時はいずれも日本時間、長岡空襲で使用された E69 収束焼夷団のノーズブロック。新潟県立歴史博物館の展示。 長岡空襲で使用された M69 師団。新潟県立歴史博物館の展示。1945年8月1日にアメリカ軍が日本全国の都市に投下した伝端。左側に高岡の文字がある。1945年7月27日夜から翌28日朝にかけてアメリカ軍が投下した空襲を予告する伝端には、 長岡市を含む11都市が記載されていた。アメリカ軍は長岡空襲のあった1945年8月1日にも日本全国に電端を投下した。この電端に書かれている富山市、八王子市、水戸市の市街地は予告通りに空襲された。しかし電端には長岡の文字はなかった。これについてはに高岡と書かれていたにもかかわらず、 富山県高岡市の空襲被害が小さいことから、アメリカ軍が長岡と書くべきところを高岡とも記したのではないかと考えられている。なお、高岡市には個別に空襲作戦の計画書があったことはわかっているものの、大規模空襲はなく、空襲被害は死傷者40人以上、全村家屋20個程度と、富山市や長岡市に比べて被害が小さい。 平和の森公園内に立つ平和像、総務省長岡市における戦災の状況。長岡市跡詳細長岡市戦災巡覧者、異例塔を後ろに見える建物を、当時の長岡市役所と記している資料もあるが、長岡郵便局が正しい。長岡市政大より平成28年8月号第743号、PQ、総務省長岡市における戦災の状況。 長岡空襲犠牲者、新たに母子確認し、計1488人に産経新聞2 0 1 9 1 1 8七時8分、富山大空襲では、戦後、米兵から伝え聞いた話として、電信で高岡と長岡を混同して取り違えたという説を紹介している。ふるさと長岡の歩み長岡市、1986年244から247ページ。 ありがとうございます。